こんばんは、シカママです。今週も1週間せーのお疲れ様でした。さあ、もうすぐ梅雨も明けて本格的に夏が近づいてきたということで、これは体型カバーができてとびっきり可愛い水着を10着紹介していきます。足、お尻、腕、お腹、部位別に隠せる水着をチョイスしたので、皆様にとってより可愛く自信が増す夏になるよう全力で可愛いのサポートをしてまいります。レディースコーチ。そして今回紹介する水着は全て3000円以下、配送爆早のゾゾタウンと、本当に1週間前後で届くシーンで今回購入したので、ぜひぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくりシカの間でお過ごしください。ちょっとね、今回本気で可愛すぎて、結構流行りもあるのかバレエコアっぽいデザインが多かったので多めに買った。ということで最初はゾゾタウンから紹介していこうと思うんですけど、オープニングで着てたこちらも水着なんですよ。全貌全貌。待って、リボン後ろで結んどったけど、これクロスさせるっぽいな。え、バリ可愛くない？まず1着目はゾゾタウンで購入したメゾンドテレーズの水着2点セットでございます。これ上下で分かれておりまして、このね、クロスの紐でお腹をカバーできる、プラスこの肩と二の腕周りもカバーできて、肩はね、下ろせばオフショルにもできる水着でございます。下はね、インパン付きスカートみたいな感じで、これ1個で着用することができます。デザインはベージュの千鳥格子で、このフリルのスカートの裾とファースリーブの部分がネルエスなので、フェミニン要素強いんですけど露出が控えめなので、結構上品な雰囲気あるんじゃないかなと思います。結構ね、しっかり体型カバーできるんですけど、ちょっとね、このスカートが胴長に見えるかなっていうのがデメリットぐらいで、あと1個、ここの袖のね、ゴム部分がもうめっちゃちょっとチクチクするかな。そこまで私は不快になるほどのチクチク感ではないので全然着れるんですけど、気になる方もいるかもしれない。横から見るとこんな感じで、後ろがこんな感じ。結構ね、ガーリーな雰囲気好きな方には刺さるアイテムなんじゃないでしょうか。ちなみにバストのホールド感は結構緩めで、谷間はできないものの、形はかなり綺麗に見えるアイテムなんじゃないかなと思います。お腹のクロスいらない時とかはこんな感じで後ろだけでクロスさせても可愛いと思う。流行りのね、バレエコアっぽさもあるし、韓国アイドルのね、衣装にありそうな雰囲気なので、かなりこれはテンション上がるんじゃないでしょうか。結構テロンテロンのものもあるけど、ここのレースもかなり頑丈、生地感もね、全然安っぽくないのでおすすめ。さあ、続いてがゾゾタウンのナネアウエストサイドリボンワンピーススイムウェアバイカラーでございます。 M サイズ購入しました。これ色めっちゃ可愛くない？こちらはお腹カバーできる水着でして、どれぐらいお腹を出したいかによって、ここのね、紐の結び目を変えてチラ見せ度を変えることができるので、お腹ね、完全に見せたくないなって方とか、こんな感じで上の方でリボンをね、縛ってあげるとほとんどお腹は見えませんし、下もね、めちゃくちゃハイレグっていうわけではないので、割とお尻を全体すっぽり隠してくれます。色が落ち着いたアースカラーなので、大人でもね、おしゃれに着れるんじゃないでしょうか。生地もね、しっかりしてて脇肉拾ってくれますし、このゴムがね、外れそうなほど安っぽさはないです。けどなんかね、この生地とパッドの間に私のやつ、なんか布みたいな糸みたいなのが挟まってて、それが気になるかなって感じ。まあ、照明焚いてるから目立つだけであって、普通だったらね、そこまで気にならないんじゃないかなと思います。ちなみにバストの漏れ具合なんですが、結構ね、フィットしている、 M にしたからなのか、しっかりね、出そうと思えば谷間作れます。でも結構カジュアルでね、ヘルシーに着こなすのもすごい可愛いと思うので、ナイトプールとかね、大人のデートにも相性良さそう。続いてがゴシップロサンゼルス肩リボン花柄ワンピース水着でございます。意味わからない可愛さ、なんでしょうこの可愛さは。ちょっとかなりね、甘めガーリーな水着ではあるんですけど、本当に洋服のように着れるワンピースなので、恥ずかしさゼロです。肩部分はね、リボンだけで支えてるデザインで、花柄なんですけど白メインなので、そこまで甘すぎないかなと思います。バスト部分がね、結構しっかりと型になっているので、元からね、立体的な形になっているっていうのと、ここのね、ウエスト部分が若干伸縮性があるので、しんどさはね、一切ないです。横から見るとこんな感じ。後ろもまあ特に変わったデザインではないです。このスカートと上半身の切り替え部分がこんな感じで、真ん中部分が下に低くカーブ状になっているので、ウエストマークはね、かなり上にされてはいるんですけど、この真ん中が下に落ちてる
ることによっていい感じにバランスが取れて広角ストレートでも打ち凝らないと思います。下のインパンはこんな感じで、あのコマネチタイプじゃなくってなんかボトムスみたいな短パンみたいな形になっています。結構ねガーリーフェミニーな雰囲気ありますが、今回私の髪型とか大人っぽい雰囲気を出せば綺麗めで上品で子供っぽくなりすぎないと思うので、しなやかさ柔らかさが出る水着なのでバチバチに可愛いので着まくりたいと思います。待って、これめっちゃ可愛い。結構カジュアルやけん帽子かぶってみた。こちらドドタウンのリッチパイルボーダーショートパンツビキニのピンク L サイズでございます。え、めっちゃ可愛くない？なんか韓国っぽいし、なんか意外とパステルって手に取りづらいかもしれないんですけど今多いのでそこまで目立たないと思う。っていうか生地がですね、ちょっとこれタオルみたいな生地をしているので着ててすごい安心感というか、なんか洋服感覚で着れる、着心地めっちゃいいです。で、M が売り切れてたので L サイズにしたんですけど、結構ね、しっかりホールド感があって、ご覧の通り結構ね、幅が縦に広いので、そこまでね、めちゃくちゃ寄せたとて、谷間がね、見えるようなデザインではないので、逆に谷間を見せたくない場合とか、ちょっとセクシーにね、見えたくない場合とかは、こういうボーダーとかカジュアルなデザインにすると、かなり安心なんじゃないかなと思います。下にね、こんな感じでインナーパンツついてるんですけど、そこまでハイレグとかではないので、ショートパンツがね、ついているのでお尻をね見せなくても着水できますし、生地がね形拾わないタオルっぽい生地感なのでそこもねマジで安心ですよね。で、あとこれポケットがねついているので携帯をね持ち歩きたい時とか、なんか海の家とかに焼きそばを買いに行きたい時とか小銭入れられますし、かなり使い勝手がいい水着なんじゃないかなと思います。なんかねちょっと韓国ギャルっぽさもあって、後でねまた紹介するんですけど、本当にこういうショートパンツ系の水着って韓国でもね流行ってるっぽいんで、かなり今時でトレンドの水着なんじゃないかなと思います。なんか身内家族とか親戚とかとプール行く時とかも安心かもしれない。正面こんな感じ、横こんな感じ、後ろこんな感じ。続いてがまたもやゾータウンのリッチーなんですけど、大大長袖トップス×スカートプラスビキニ水着運転セットでございます。ブルーで、これビキニ、カーディガン、スカート、その下にインパンがついてるんですけど、結構ね私ビキニとかもこういうがっつり普通の三角ビキニの方が体型がめちゃくちゃ漏れたんですね。けどやっぱねご飯食べた後とかにプール入る時にやっぱお腹気にするので、ちょっとお腹へこんでるなって時とかはこれ脱いで、でお腹気になるなっていう、例えばプールサイドの水着 OK のカフェだとかそういう時に行く時にこういうね羽織とかスカート、これも着水できるんですけど、カバーできるものがある水着だといいですよね。で、わかるの、結構多分派手やなって思う方も結構いると思うんですけど、意外とね海とかプールに行けば馴染んで、逆に今海外とかワンホンちゃんの中でも結構こういう海外チックな原色だったりちょっとギャル味のある様子っていうのが流行ってたりもするので、意外と体型だったり雰囲気に合うとねめちゃくちゃ盛れるので似合うかもって思ったらぜひこれめっちゃおすすめ。ちなみにバストはそこまで盛れません。ヌーブラとかね寄せるものつければいいかもしれないんですけど、正面横から見るとこんな感じ、後ろからはこんな。このスカートのサイドがね、リボンで調整できるドロストになっているので、もう全部下ろしたいなって方とかは、全部下ろしきってしまってお腹もカバーできるぐらい、多分マジで海とか外行けばバリバリ可愛いんで、早くこれ着てお出かけしたいです。おすすめ。で、あとちなみになんですけど、このビキニが結構なんて言うんだろう、下がたっぷり重みがね、あるようなデザインなので、まあ、パッと見バストは谷間できんけども、漏れて見えるんじゃないかなと思います。立体的には見える。よき。続いてがですね、かなりラブリーではあるんですけど、ちょっと見てください。さすがにね可愛すぎたので買ってみました。でも結構体型カバーできますよ。こちらゴシップロサンゼルスのリボンフリルサロペット水着でございます。バレーコアがね流行ってるので、どさくさに紛れて可愛いのを着ちゃおうという、ピンクのデカリボンにピンクの肩フリル、かなり甘めなんやけどベースがね黒っていうところに救われてます。救われてますというかちょっと甘辛っぽくなって、なんだろう、ちょっと着やすさが増しますね。で、まずありがたいことにですね、ここのデカリボンがあることによって少々脇に奥行きが出ますので、ちょっと腕がね細く見えるんじゃないかなっていう遠近法と、ここのね脇肉すっぽり収納できるような高さのあるバストホールド感で、ちなみにバストは漏れません。まあ可愛らしく着れるからいいんじゃないかなと思います。で、下までつながってる水着なのでお腹カバーでき
ますし、お尻もね全部包み込んでくれるような形をしているので、さらに裾フリル付きなので結構太もも周りお尻周りはごまかせるんじゃないかなと思います。でよく見るとここのフロント部分にフリルの線が2つバーッと入っているので、のっぺり感もね緩和されますし、かなり写真映えする水着だと思います。横から見るとこんな感じ、なんかねあのレドベルちゃんとかオニョン姫が着てそうな雰囲気ありますけども、で背中部分のねこのクロスもまた可愛いんですよね。ほんとどこのサイト調べてもバレーコアが流行ってるからか、フリフリとかリボン甘め系たくさんあったので、今年のね夏は結構ガーリーでね攻め切っちゃっても大丈夫だと私は思っております。気分が上がる水着を着ましょう。次さラスト4着なんですけど、こっからがシーンです。でこれめちゃくちゃ可愛いです。ダジーのビーチバケーション用レディース水着ワンピーストランペットスリーブでございます。ブラックの L サイズ、めちゃくちゃ可愛くないですか。なんかフルで体型カバーできるものを探してたんですけど、首黒い、首元はね緩やかな U ネックで鎖骨もしっかり見せてくれるので程よい肌見せで、ちょっとなんかねあのバレリーナのようなあのデザインなんですけど、もうこんな感じでね袖がフルでカバーされるので、腕隠したいだったり日焼け防止としても長袖っていうのはすごい強いですし、下もねあのコマネチタイプじゃなくてあのショートパンツっぽい形なので、万が一にめくれてしまったとしても全然安心ですし、緩やかでねフレアな裾なのでかなりねしなやかさが出るワンピース水着なんじゃないかなと思います。ちょっと髪型がねもう相まってめちゃくちゃバレリーナなんですけど、露出をね避けたい方とかすごいおすすめです。後ろのねスカートの丈がね結構お尻ギリギリなので、もう完全にお尻見えたくないなって方は少しそわそわする丈かもしれない。生地感もねなんかほんとスクール水着より頑丈ってぐらい結構長く使えそうな感じがするので、持っておいて損はしないんじゃないかなって思います。で後ろがですねこんな感じで結構深めのデザインになっているので、この前と後ろでのね抜け感っていうのがちょっと色っぽさもありつつ攻めすぎてない感じがするので、お子さんとプールに行くだとかそれこそ親戚とか家族で海行く時とかあんまりね露出したくない付き合いとかもあるじゃないですか、そういう時にねこれすごい最適なんじゃないかなと思います。ちょっと私ねあの現時点で春から 3,4 キロ太ってしまったので、けどめっちゃ着水したい時もあるじゃないですか、そういう時にほんと使えるなって思います。周りの目も気にせず大人っぽくおしゃれに着こなせるのでめちゃくちゃおすすめです。というかあの骨格ストレートって一番似合う服ヒートテックじゃないですか。これさなんかヒートテックみたいな形なのよね、だから骨格ストレートさんめっちゃ合うと思います。さあ続いてなんですが、コントラストバインディングカバーアップ付きビキニ水着でございます。めっちゃ可愛い。なんかちょっとこういうさラッシュガード系のちょっとスポーティーな水着って毎年なんだかんだ欲しくなっちゃうんですけど、これこんな感じでビキニと上のトップスは脱げるので別々に着ることができます。ビキニだけだとねちょっと抵抗あるけど、ちょっとここの露出感とかは出したいなって場合にすごいおすすめで、配色的には結構カジュアルなんですけど、さりげないね露出感が結構色っぽさが出るので、例えば好きな人と海に行く時とかがっつり出すっていうのはちょっと抵抗があるので、そういう時用のこのさりげなさいいんじゃないかなと思います。さらにこの下がこんな感じでショートパンツっぽいデザインになっていて、コマネチ型ではないのでこれもまた攻めすぎ感はないんじゃないかなと思います。バストはね結構しっかり寄せれば谷間できるの でいい感じに脇肉もホールドしてくれるから、二の腕肩周りカバーしつつもこのウエストも上半身、そしてバスト上部分はね肌が見せられるので程よい露出でね可愛いと思います。でこのロゴとここのねウエストのロゴが一致しててちょっと高級感あるブランドっぽくって、生地感も全然安っぽくないし、これもまた長く使えそうな感じがするので買ってよかった。横と後ろちょっと今回ね M サイズ購入したんですけどちっちゃめだったので、もし購入検討してる方はですね1サイズ上2サイズ上とかの方がみちみち言わずに着れるんじゃないかなと思います。上はねフィット感ちょうどいいんですけど下が結構ピチピチなので大きいの買えばよかったけど、めちゃくちゃ可愛いのでおすすめ。続いては2024年新作保守的なスカート付き水着マルチカラー L サイズでございます。確かに保守的、名前がシーンすぎる。この首周りのさなんかバストもそうなんですけど、ちょっと50年代のクラシックワンピースみたいなデザインでめっちゃ可愛いと思って買った。あのバストはね全く漏れません。うん、でも少女らしさあるのでね、まあ漏れなくてもいいかなっていう、もし盛りたい方はヌーブラ寄せアイテムは必須かな。けど生地はねめちゃくちゃ頑丈で、ここのねバストの部分のギュギュッとなったようなデザインとか可愛いし、ちょっと
これもね、花柄っていうのもあり、シルエットもね、バレーコア編みがあるのでおすすめです。背中は結構深めではあるんですけど、結構ねガーリーなのでロリミがね出るかなって不安だったんですけど、私着たらそこまでロリミは出ない。あの、私顔タイプエレガントなんですけど、ちょっとエレガント寄せもできるみたいな。で、脇もしっかりホールドしてくれますし、お腹部分、そしてお尻周りをねカバーして隠してくれるので、あんま露出をねしたくない時におすすめのワンピース水着でございます。で、下のインパンもねコマネチタイプじゃなくって、こういうショートパンツみたいな形になっているので、これもめくれた時も恥ずかしくない。この真ん中部分もギャザーが入ってたり、結構デザインが凝ってあるので、1000円台にはね思えないぐらい可愛いです。あと洋服っぽくも着られるので、好きな人とプール行く時とかもおすすめ。続いてがラストです。次、さあ最後の水着なんですが、結構大人っぽかっこいいセクシーな雰囲気でございます。こちらダジーのチェーン装飾ホルターネックワンピース水着のブラック M サイズでございます。色気出るけどもお腹カバーできるのと、なんかねこれ生地がね結構ボコボコしてて、結構体のねこの肉感を拾わないので嬉しいなって思うポイントと、このバストの架け橋になっている V の金具、紐部分もねこういう金具になっているので、ゴールドがね入るだけでかなり高級感出ますし、色っぽいんだけども攻めすぎてない感じがすごいツボで、そしてここのね太ももをホールドする部分が全部フリルになっているので、ほんのりガーリー要素もあるので、そこまでね攻めすぎてる感はないんじゃないかなと思います。金具も結構太めでしっかりしているので、骨格はストレートの私もチープっぽさ出ないのでおすすめです。ということで以上。今水着の上からですね、水着と一緒に買ったシーンのタンクトップを買ってみたんですけど、なんか1枚でねおしゃれに着れるもの探してて、え、これめちゃくちゃ可愛くない？めっちゃ脇ギリギリまで隠してくれるし、紐太めやし、まあ、水着の上から着ても可愛い。というわけでですね、約2年ぶりの水着ルックブックだったんですが、いかがでしたか？ほんと2年前ぐらいまでは全然海とかプール行かなくって、水着とか全然買ってなかったんですけど、やっぱ体って出せば出すほど痩せると思うんですよ。なのでね、夏はガンガン露出していこうということで、久しぶりに水着紹介やってみました。結構透けるんじゃないかなとか心配あると思うんですが、基本的に透けるような心配がある水着は選んでないのでご安心ください。最近食生活がひどすぎて変なとこに口内炎ができて、喋り方変だったかもしれないです、ごめんなさい。水着以外にもですね、夏服系の動画いっぱい出そうと思うので楽しみに待っててください。それでは今日はこれにしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。